SKJ ビレッジ。はい、ご視聴ありがとうございます。 SKJ ビレッジのエセッツとさやとしんこです。はい、今日もマインクラフト検証をやっていきたいと思います。はい、はい、前回の動画でもうこのここのアリーナでこの敵キャラたちを召喚して戦わせ、どのキャラが最強なのかっていうのをやりました。はい、で今度この盤面をお互い使ってコストを決めて、そのコスト内で召喚して、はい、遊戯王みたいにバトルをしたわけですよ。なるほど。で今回はそのこのモブたちがどれくらいのコスト分の価値があるのかっていうのを我々で検証していきたいと思います。はい、なんで我々3人がこいつらを戦って何人倒せるのかを基準にして戦闘力を決めていきたい。はいはい、例えばゾンビを出して我々3人で10匹倒せたとするじゃん。そのゾンビがもし100匹いたら SKJ を何回倒せるのかっていう戦闘力にしたい。なるほど。はい、ということで最初は、まあ、武器全員一律のものを揃えましたと。はい、50OK50、まあ、だったら、まあ、いい勝負はすると思うわ。スタート。さあ行くぜ。バカいけ。最初はな弓だ。あ、遠目からね。じゃあ俺ちょっと近くの人あるわ。いやもうこのね、おい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 、気をつけて、小ゾンビ気をつけて。やばい、小ゾンビからやらないと。うわ、行かれる。いや離れて、みんなもっとサイド寄って。いやもう無理だ俺、ごめん。後ろからやってる俺。走って逃げて一回。あっ、うわ強っ。俺かなり答えてる今。うわ、いやめっちゃ連打できんじゃんこれ。嘘、遠目から撃って、俺近くでずっとやってるから。オッケー。ダメだ俺もう死ぬ。え、でも君はや、一個も当たってねえ。ちょっと待って、ちょっと待って、よし。はい、50体は余裕だったと。オッケー。オッケー、オッケー、スタート。じゃあ行くぜ。100体、これ全部倒せるのか。ゾンビが、ゾンビが全員俺に M 向いてる。うわ、大軍じゃん。うわ、大群いるじゃん。一回出して逃げる。え、小ゾンビなんとかキルしたけど、親ゾンビがの怒りを買った。小ゾンビだけが怖い。小ゾンビやったら1体。うわー、いったー。最後までいかれた。ギリギリ持つのか持たないのか。いやー、これきつい気がするわ。進化の担当が多いからな。カメラの鬼。あー、中華。SS が絶対飲み込まれてる、この中で。ピャンピャンピャン。やばいやばい、うわっ、どいつもだ。うわー、これはやん。あー、死んだ。残り何匹。あ、これ50はいますね。50いるか。いるね。うん、いるよね。じゃあ50だな。50。うん、すなわち 2SKJ ってことですね、これは。なるほど。スタート。矢には矢、弓で行った方がいいです。はめないと。お、これ先に、やばい、向こうも結構届いてるな、こっちに。俺は後ろに回り込む。接近できません。俺英語散らしてるつもり。でも確実にやってはいるよ。俺いけるじゃない。確実性丸、俺今。お前か、さっきから俺打ってたのはピンク。やば、誰か狙われてるけど誰かが分かんねえ。いや減ってそう。俺の可能性だってあるって。やばい、俺死んじゃうこれ。行かないでいいよ、俺生きてるから。逃げてもいいよ。オッケーオッケーオッケー。俺いいんじゃないこれ。あ、やった。オッケー。25は余裕でしたね。でもギリギリよ。まあ、ギリギリっちゃギリギリか。うわ、もうやばい。あ、ダメです、僕。うわ、もうやばい。あ、ダメです、僕。うわ、もうやばい。あ、ダメです、僕。ダメだ、俺何もできてね。え、SSの後ろに行ってパンを。いや、これ結構ね。うわ、死んだ、ごめん。うわ、行かれたか。あ、でも結構やれてるよ。うわ、めっちゃ。あ、半分だ、半分だ。うわ、行った。頼むね、先生。任せろ。いや、やばい。近づけない、もう。1体は、残り何体？残り3体。2SKJ だな、ほぼ。クリーパー100体を、SKJ は倒せるのか？バカしろ。うわぁ、気持ちいいね。身が往復してますね。うわ、すんごい。まあ、俺も爆発誘発体にしよう。俺誘発してる、めちゃめちゃ誘発してる。バカするよ。オッケー。ということで、まあ、ゼロ SKG ですね、これは。まあ、ゼロか、クリーパーは。無限にいける。マジだな。いきます。エンダーマン3体対 SKG。はい、おら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 。スタート !GO! 俺突っ込む系でいくわ。俺も突っ込む系。てか、こいつらが突っ込んでくる系。勝つ。
すげえ当たらねえ攻撃が。同じやつでやったらいいもしかして。いや同じやつかわからん。確かに。ごめんごめん。死んだー。死んだわ。インダーマンだ。死なないインダーマン。これやばい。一匹は倒して。一匹倒した。よし。ナイス。二匹いって。二匹いって。オッケー。死んだマン。死なないインダーマン。おえ倒した。え？なんで倒した？カッターマン。強めら。5体のエンダーマン VS SKJ スタート。ゴー。またトップ部隊。うわーこれは強いぞ。壁際にねいた方がいいと思う。オッケーオッケー。勝手に来るから。終わった壁際ね。あ、待ってこれ俺倒せないよ壁際だったら。デッド。早いね。デッド。デッド。デッド。進化にエイムが増えたってことだ、うん。結構でもダメージ入ってる気がする。俺かなり切ったよ。いったやったいったやった。これ俺も。あーやられた。倒した倒せたね。ってことは 20SKJ ですね。エンダーマン 20SKJ。 はい、50体のファントム VSSKJ いきまーす。スタート。うわこれ最初の衝撃が強いわ。移動し弓を常に巻いてこいつらもう一瞬の進化。全員エイム俺に向いてたから。まあそうだったな。俺はでも横に行ったから。うわこれ強い強い。うわダメだ。最初に行けSKJ ですね、ファントムは。すごい USKJ、はい、いきます。10体のビンディケーター。いやこれマジで1体ずつやんないとダメだ。遠くから撃って最初。あ、これ最下ずった。最悪だ。ずっと燃えてる。あ、ダメだ。もう俺に。うわ、もう俺殴り殺された。1体うまいとも来てくれた。これこいつだけは。ナイス、SS やれ。ナイスナイス。わー、俺行ってた。ごめん。なーい、結構やってる。全部にやれば俺には届かず、この全部にやればいいのさ。おやばい、100m。 おおすごい。 10SA2。 まあでもまあでもこれは 10SKJ ですね。ぶっちゃけスタート。いきましょう。じゃあ俺サイド散るわ。これ剣かな。15体だっけ。こいつ足速いな。めっちゃ走るね。あ、これいけるな。でもうわ、見た目はでも…一撃重っ。一撃重っ。一撃…なんか黒い。一撃が黒い。なんか変な毒になった。毒状態だ。でも自分の体力分かんなくね、これ。死んだ。いや、勝ちったらいけちゃうんだ。あ、でも死んだ。あ、死んださ。あ、11体倒した。ほぼ 10SKG。 引く引く。シュッシュッ。あ、こいつは繊維はあんまない。そう、だから俺遠くやってれば勝てる。シュシュ、焼き魚にしてやろうか。こいつが回転寿司にいたら100円だら確定。95円だらだな。ヘーゼルは。うわー、でも寿司ビーム強い。ダメだ大佐。え、でも俺一方的に殴り殺したけどね、今んとこ。そう、君は寿司屋だ。俺寿司やん、最初。君寿司んか。え、なにこれ、なんかトゲよ。ビュンビュン、トゲビーム。こいつらかなり体力あるね。めっちゃ硬い。うわ、トゲビンビンか。あ、やべ、調子調子すぎやるんだ。あ、ビームしたら。ビームは最後に判定があるんだ。やばい、これ死んだわ、俺。逃げられねえ、このビームからは。ビーム、と、ビームせんで、ビームする前にし、行って。ビームビーム出ない。残り3体。うん。ってことは7体やった。15SKJ ですね。はい、よし。じゃあ俺が1000人張ります。俺もいってない。ヒットアンダーウェイでいきます。ほら切りまくればいい。一緒よ。あー、進化ドッカップ。こいつひるまない人。ひるまない。じゃあ進化にエイムが入ったよね。オーケー。ガラーキだ。バッカなんかもう真っ赤こいつは。ガラーキッチン。あ、この戦法だったらいけるな。この戦法だったらいけるよ。アイアンボールは今回3体でいきます。一回引き寄せとこう。あ、いいよ。2体目で来た。進化にエイムがいっております。まあ一回引き寄せとこう。後ろからやって、後ろからやって、後ろからやって。うわぁ、重いよ一発が。任せろ、俺が来たからには SKJ。 やっと3人揃ったな。やばい。うわぁやばい。横から来たよ。でも行った行った。うわぁ、何もできず。超ギリギリで当てればヒットアンダーウェイできるよ。
無理無理無理バレーボールと一緒やってることあやらせたやらせたあおーおーやってるねあっやっちゃったあ1対1やっかいこれは1体倒したのか2体倒したのか非常にまあ1体ですね正直、まあ、1体ですね、はい、すなわち 100S90 でしょ非常に強いこいつということで、はい、最後は我々 SKJ が本当に 1SKJ 分の価値持ってるかねスタートよーしバカー燃えちっぽ炎いてやばい燃えてる死んじゃうやばい熱い浮力あるなガチでうわくそ燃えると視界もない後ろに誰が来てるのねあ、もう剣なくなった剣なくなった今じゃー今じゃー剣なくなったからもう戻っていこう戻ってうわもう体力ねあっちやばいやばいうわシンクちゃう赤いイエーイ赤いエイム力生かしてダブルキル写真両方できる写真キュンキュンおっ